そして里芋、生姜とお醤油でいただくね、里芋もいいですし、それプラス販売のものもございます。里芋を使ったいろいろとあれこれ出ておりますので、よかったらそちらの方もねお楽しみいただければと思っております。さあ、まもなく芋煮会スタートいたします。まもなく芋煮会スタートいたします。今しばらくお待ちください。写真を撮るわけね。あとは静粛と親戚じゃねえっすな。見とる、あ、イクベさんじゃな。イクベさんに横に撮るもん。あー、コスケさんのさ。高いですから。